こんにちは。理学部受験塾塾長の細井です。さて、今日はですね、もうツイッターで募集して待ち焦がれてたんですけども、ついに父医科大学の先生が来てくださいました。A 先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。待望でしたよ、自治医科大学。全然わかんないんですよ、自治医科大学のことばっかりは、本当に。なんか、周りからも謎の大学だと思われてません？ Twitter とか、フォロワーとかフォローしてる人全然いないみたいな。自治医大生はどこにいるんだと。じゃあまずね、今回はですね、自治医科大学って、どういう大学なのかっていうのについて聞いていこうと思うんですけども、僕の知ってる限りだと、その自治医っていうのは、各県から集められて定員が決まっててですね、県で何人っていうふうに集められて、自治医科大学に入って卒業したら、その県に戻ってその県の地域医療に従事することが義務付けられてる大学って僕は認識してるんですけども、ちょっと補足してもらってもいいですか？OAプラスで卒後もやっぱり適正医療に携わって、できたらその留年が明けてからも地元でその地域医療に属するっていうのが自分たちの役目なんじゃないかなと。おー、なるほど。各都道府県から、何人ずつっていうのはこれ誰が決めてるんですか？これは大体県庁の方々が県で結構決めてるって聞いてます。例えば医師不足の地域とかだと枠が増えたりとかするんですか？それとも大体平等なんですか？県によって本当にバラバラで、各年で何回だったり3人だったり取ったりしている都道府県とかあるんですけど、2人ずっと取ってるっていうところもあったりで、本当にその年によってバラバラですね。都心とかは激戦区になるし、地方で受ける方が有利っていう感じなんですかね。ああ、そうですね、間違いないです。じゃあ試験をした時に戦うのは、要は試験を受けてる全員ではなくて、同じ都道府県の人たちとだけ戦うっていう感じなんですかね。あ、そうですね。なるほど。じゃあ都道府県内順位が、要は2位以内とか3位以内に入ってれば、自治医科大学への合格が認められると。可能性はかなり高くなると思います。じゃあもう大学はマジで全都道府県の出身の人がいるってことですよね。あ、もう本当に満点なくいます。それなんかちょっとクソ面白いですね。確かにめちゃくちゃ面白いですね。ちなみに入った瞬間に友達同士がいるっていう確率ってやっぱあるんですか？そうですね、全然あります。同じ高校から一緒に受かってとか。じゃあ入った入学式の時点で、友達がいる可能性もたまにあるって感じなんですね。で、実際その僻地医療って、正直俺も医者としては、東京でしか働いたことがないんで、全くちょっと想像つかないんですけど、どのレベルの僻地なのかっていうのがちょっと知りたいんですけど。都道府県によっては島に行ったりする県もあったり、東北とか上の方に行くと山の方に行ったり、本当に人がいない村とかの診療所とかで医療を従事すると思います。学生のうちからそういう地域医療に従事するんだっていう、やっぱこう使命感を持って、勉強しているような感じがするんですね。そうですね。基本的にはその卒業して研修はね、自分の県に戻るんだと思うんですけど、その時点から要はその県とか都道府県の管轄のもとに働く場所が決められるっていう感じなんですか？大体都道府県でも研修の病院先は決まってます。なるほど、なるほど。マッチングとかって僕たちにはほとんどないんじゃないか。マッチングがないなるほど。もうあなたたちの研修先は決まってるのよと。で、大学の所在地なんですけど、栃木県なんですよね。そうですね。いやー、実は俺自治医大に行ったことあるんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。テニス部の時にね、行ったんですよ。だからめっちゃ覚えてるんですけど、むちゃくちゃグラウンド広かったなっていう覚えがあって。確かにめちゃくちゃ広いですね。産科医科大学にしては結構キャンパスのグラウンドも広いかなって思いました。いや、そうなんですよ。マジでかかったなと思って、もちろん電車は結構乗りましたけど、なんか駅から結構ちょっと歩いたら大学みたいな感じだったと思うんですけど、何駅なんですか、最寄りは？自治医大駅ってなりますね。ああ。東京とかから行こうと思ったらどれぐらいかかるんですか？運が良ければ乗り換えなしで1時間半とかです。けど1時間半で行けちゃうんですね。宇都宮の手前ぐらいっていう感じ。このキャンパスの周りはどういう感じなんですか？まあ、駅の周辺とか、駅と大学の間は結構居酒屋だったり、スーパーだったり、学生が生活する分には、まあ、割と不便はないんじゃないかなぐらいなんですけど、まあ、でもちょっとそれを抜けたら、まあ、畑とか家だけです。なるほどね。わかりました。やっぱり気になるのが、この奨学金というかね、学費についてなんですけども、防衛医大とかね、産業医大とか、まあ、同じような奨学金のね、貸与制度があるところがあると思うんですけども、自治医大っていくら払ってるんですか？まあ、6年間だと総額大体2300万だと思うんですけど、はい、今現在僕たちは払ってないですね、全く。0円ですか？0円ですね。マジ？全く払ってないです。普通に行ったら2300万のところ、要はその9年10時するんでしたっけ、はい、する元で0円になるんですか？そうですね。やばっ。今そこに住まれてる寮もただですか？いや、ここの寮は家賃、家賃なんですけど、大体8,000、9,000 とかです。払うんですね、それね。家賃は払うんですか？あ、払います。学費はゼロなんですか？学費はゼロ。なるほど。じゃあ毎月親がその家賃と仕送りをしてくれるみたいな感じなんですか？そうですね。まあでも大体奨学金借りる人結構多い。なるほど。だから仕送りなしにして5万とかの奨学金もらってみたいな感じ。はい。奨学金はなんかプランがあるんですか？何万と何万と何万とみたいな。大体5万とか10万とか、上限が15万ぐらいだった気がします。でそれはまあその働いてから返してくださいみたいな感じで返すのがですね。これって結構あれなんですか、その親御さんとかはやっぱりまあ喜ぶというかありがたいっていう感じなんですかね。まあ多分みんな思ってるんですけど、まあ、めちゃくちゃ親孝行になると思います。おお、そうですよね。0円ですからね。まあ防衛医大みたいにね、こう厳しい規律とか戒律とかがあるわけではなく、もう普通に楽しいキャンパスライフじゃないですか。そうですね。行こうと思えばね、東京別に行けるしみたいな、全然楽しそうですよね。寮も結構、まあ、快適な方だと思うんですけど。いや、自治医大の紹介ムービーみたいの見たんですよ、さっき。そしたら寮マジ綺麗でえ、何これみたいな。めちゃでかいですよね。まあ団地と言っても過言じゃないぐらいでかい。そんなとこに住んでたらめちゃめちゃ楽しくないですか？毎日飲み会ですよね。いや、毎日は飲み会したいですよ。そうなんですか。やっぱ最初だけですか、そういうのは。まあ、落ち着きますね。けどなんか気になったのが、男子寮と女子寮が分かれてるっていうのがちょっと気になったんですけど、昔は同じだったらしいです。そこはどうなってんですか、そっちの方は。いや、これはもう本当に多分本当に禁制ですね。え、男子寮にやっぱ女子は入れないし、女子寮は男子は入れない。それマジで入れないですか？いや、マジで入れないです。なんか学生証をかざすので、男子寮入るの、女子寮入るの。カップルでカード交換しとけるじゃないですか。もう周りだってね、敵しかいないですもんね。完全にそうですね。密告されますね。じゃあカップル的なのは外でデートするみたいな感じなんですか？そうですね。寮だけど別にその門限とかはないんですよね。あ、門限はないですね。それ今コロナの関係であるんですけど、別に普通のマンションに住んでるみたいな感じで、学生マンションに住んでるみたいな感じです。別にそこに帰んなくても別にいいし、週末勝手に出てってもいいしみたいな感じなんですかね。そうですね。そこにいて車は持てるんですか？逆に車持たないときついですね。え、車止めれるんですか？駐車場が学生用に一応なんかあります。え、600台とか止めれるんですか？え、でも結構何百台も止められると車所有してる人大半ですね。もうないと、まあ、どこも遊び行けないみたいな。そうですね。デートとかも行けないですね。せっかくそういうとこいるんだったらね、もうなんか車でちょっと遠出するぐらいしかやっぱ楽しみがね、そのエリアだけだとないですもんね。はい。どの辺遊び行くんですか、その辺からだと。やっぱり小山とか宇都宮ですかね。みんみんですか。たまーに行きますね。たまに。電車で都内出たりとかあんましないって感じなんですか。日帰りで全然行ける距離なので、やっぱ地方から来てるとやっぱ東京は結構近いのありがたいので、結構行ったりします。まあ、大学としてのその授業の特徴とかそういうのってあります？一番僕が特徴的だなと思ったのが CBT を好きやるじゃないですか。はい、僕たちは3年生の終わりに受験しますね。早いんですね、1年。1年ってか、今半年ぐらい早いってことですか。それを見据えて書いてるのも結構前倒しになってますね。じゃあもう1年で入ったらすぐ、もう基礎から始まってみたいな感じなんですか。今までに大体教養を終わらして、10月あたりから解剖とか全部実習が始まる。で、系統講義が2年の終わりぐらいから始まって、3年の CBT 前は全部終わるって形です。じゃあもう結構巻き巻きなスピードでやっていくわけですか。巻き巻きですね。あとは自治医大ってなんか国家試験の合格率結構高いイメージなんですけど、実際高いんですか。この間も聞いたんですけど、全国1位を多分8年連続ぐらいマジっすか。それはなんか秘訣があるんですか。やっぱり6年生になったらやっぱ全寮制なんで、67人で1組ぐらいで勉強会室っていうのが与えられるんですね。でそれで大体1グループ、なんかみんなで一致団結して、その勉強会室で勉強して、全員合格しようみたいな感じで、ちょっと予備校みたいな感じのところはあります。担当教員もつくって書いてありましたもんね、なんかね。面倒見がめちゃくちゃいい大学だと。あとなんかさっき俺紹介動画で見たのが、その地域実習をもう体験するみたいなのがあるよみたいな、学生のうちから行く機会があるっていうのを見たんですけど、そういうのがあるんですか。夏休みになると、通称夏季研修って呼ばれるものがあるんですけど、その離島だったり山岳地だったり、大体将来自分が行くであろう自治大出身の先生がいるところに、県によるんですけど、ちょっと泊まりがけで行ったりとか、研修みたいなのはあります。そうなんですね。でもう実際その自分たちが働くイメージっていうのを彩りをつけるわけですね。そうですね。まずはね、その自治医科大学ってっていうところにね、A 先生にね教えてもらったんですけども、やっぱ地域医療にねもう根ざすことが決まっている、学生たちっていうことなんですよね、結局はね。そして学費は0円、まさかの0円はやばいっすね。そして9年間ロックっていうことですね。じゃあね、次は自治医大の生活について聞いていこうと思うので、A 先生ありがとうございました。ありがとうございました。